はい、どうもバボちゃんです。どうもほのちゃんです。はい、今日はですね、スカイカップ日曜メジャー第2戦ということでマーベラス対 USA さん USA さんの試合ですねを、解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、今回はですねマーベラス高校ですね。でマーベラスのオーダー1番レフトタクマ、2番ショートセンスマンユウヤ、3番ライトタクミ、4番が DH 僕ですね。はい、で5番がファーストセイヤで、6番がセカンド、これ華麗な動きのフミトです。7番がセンターサルくんと言われる前田。はい、8番がサード堅実守備のジュンで、9番が天才の徳田で、ピッチャーがヒロニーこと松井さんです。はい、先発松井さん、いい球ですね。この辺走ってましたね。走ってましたね、うん、変化球も上がってましたね。さあ、USA さんの攻撃です。言えてませんね。はい、はい、初回しっかり抑えたいところですが、先頭バッターにね、ツーベース。俺今日神々やな。しっかり喋りましょう。はい、はい、まずね、先頭抑えたいところやったんですけど、ここツーベース打たれてしまいます。で、まず慌てず1個取りたいところですね。こう、 うまいことバントしてくる、うん、やっぱ強豪さんはここ違いますね。しっかり送っていますね、うん。で、ワンアウト三塁で、これね、ファーストゴロだったんですけど、せいやがちょっと一瞬ね、前に弾きます。で、その間に行って打球がちょっと一回ファーストで、せいやね、これ軟式のね、あるあるですよね。そうです。で、ここでちょっと流れ悪いんかなというところですけど、このコーフィールディング、ね、4番の打者もね、ピッチャーゴで、ツーアウト目取って、最後は空振り三振と、はい、いいですね。この決め顔もね。決め顔もね。素晴らしい。はい。はい、で、向こうのピッチャーは、これ4番の方ですね。履正社出身と言ってました。言ってましたね。はい。で、先頭の拓磨が空振り三振。ね、こっちも先頭出して勢い乗りたかったんですけど。で、2番センスマン、この優也の当たり。これめちゃめちゃいいレフト線。ね、ツーベース以上なるかなと思ったんですけど、レフトいましたね。レフトおったね。ポジショニングがめちゃめちゃ良かった。で、ツーアウトで二組がね、三者凡退ということです。はい、はい、僕の背中が寂しそうですね。寂しそうです。はい。で、2回、ね、点取られた後しっかり抑えたいところ、まず先頭、これはレフトフライ、ね、レフトフライ、はい、しっかり抑えてくれます。はい、で、これね、ワンアウト取った後、強烈なピッチャーライナー。これも厳しい球でしたけどね、うん、難しい球、しっかりね、死んで捉えてきます。そうそう。でもこれはね、松井さんがこうフィールディング慌てなかったね、反応が良かった、うん。で、これまたピッチャーライナー。これもね、反応したんやけど、取れず行き過ぎたみたいな、ね、うん、グローブがね。で、ツーアウト一塁で、ここでね、きっちり三振と。これもよう曲がってんね、うん、ストライクから、うん、ストライクからボールにね。素晴らしい球ですね。素晴らしい球です。はい、次この回です。次ね、先頭僕からなんですけど、これね、僕的にはこっちの見たらそんなにやな、なかなか、なんかでも抜けそうですよね。そう、センター前に抜けるかなと思ったあたり、ショートめっちゃ重かった、なんかフィールディング良かったですね。で、これサードゴロ、これもね、ライン際ギリギリの、で、せいやもそんな足遅いわけじゃないんやけど、うん、しっかりアウトしました。守備が硬いんですよ、 USA さんね。これもフミトの当たり、めっちゃいい当たりやったんけどね、全然抜けないっすね。そう、抜けへんの。肩も強いしね、一人一人が。確かにそうっすね。なんか強打のチームっていう感じに見えてたんですけど、守備も硬いっていう、それは強いね。で、これがなんかちょっと自打球かなみたいな感じでしたけど、ベースにね、当たって、で、ベースに当たってこれが内野安打になって、で、これバント警戒してた前進守備のジュンの横を、これジュンも飛びついたんやけどね、当たりが強かったですね。これでノーアウトの 1-2 か。で、このプレーですよ。これすかさず狙いに行った。これは松井さんのファインプレーでもあるし、ここで勝負になったんやけどね。難しいバウンドでしたけどね。難しいけど、順位を取りました。これはもうファインプレーです。2人のファインプレーで、これで、まあ、これね、徳田がこう、めっちゃ食いてたんやけど、この4番に対しての
この甘い球、これで1点、2点目が奪われます。で、流れが悪い雰囲気の中、この辺りヒットになるかなと思ったけど、これね、タクマがよう、タクマこれ外野手じゃないでしょ、このショットはね、外野手じゃなくてキャッチャーなんですけどね、よう取りました。このタクマのこのプレーなかったらね、この結構厳しい展開になってたよな、3-0 やったら。で、やっぱりね、こういうプレーがあった後っていうのは、うん、しっかりね、抑えれますね。うん、よく抑えました。1点で切り抜けたんです、ね、これは大きいね、この1点で、このいいプレーが出た後ね、このデッドボールで出塁、ここはなんとかしたい、うん、で、これジュンがね、きっちりパスタを決めてくれます。で、ワンアウト2塁というところで、ここでね、相手のミスが出るんですね、ワイルドピッチ、うん、これで前田が3塁に行きます。これ大きいよ、前田が3塁いったら何でもできるから、タッチアップもできるし、ゴロでもって言ってる花から得だ。ファーストフライ、珍しいですね、いつもなんかゴロ打ってるイメージなんですけど。で、これこれね、よう、もうこれ前田やからセーフになりましたね。これはこれはナイスランですわ。めっちゃ良かった、これも思い切ってね、行きましたからね、うん、だからそういうのができる選手っていうのはめっちゃ大事だね、うん、はい、で、で、こっからチャンスもう一回作ったんですけど、四死球でね、チャンス作って、はい、匠のあたりもこれめっちゃ良かったんけどね、USA さんの守備、ポジショニングめっちゃよね、抜けたと思ったらいるんですよね、そこにね、なんでおんねんって感じです。はい、で、まあ1点返してなんとか抑えたい、ここまずセンターフライですね、はい、で、センターフライでワンアウトと、で、これ2人目、これもうまいこと打ってんな、うん、しっかりバット振ってるんですよね、怖かったですね、もう全部振ってくるから、ね、そう、守ってってもね、で、これがファーストフライと、で、こっから打者が、1番に3巡目に入るところで、うん、ピッチャーをここで変えます。で、ピッチャーここでね、サウスポーの奥村さん行きますね、はい、で、これ、まあ、あの一発目のバッターでフォアボール出すんですけど、これ2、3になって勝負のフォアボールなんで全然 OK です、うん、で、その次のバッターきっちり抑えます。これね、ランナーにこうちょっと邪魔されてるんですけど、ゆうやもようね、さばきました、落ち着いてね。はい、で、ここで USA さんもピッチャー交代です。で、ここ変わりっぱな叩きたい、で、ここで僕ですね、これね、ボール球だよね、追い込まれてたんですね、追い込まれてたけど、まあまあまあ、もうちょっとストライクゾーン下げたかったね、うん、これがもうちょっと中に入ってきてたら行ってたかなって感じだったけど、これはちょっと僕のミスですね。で、これ聖夜で、これが内野安打になります。深い、深いところね、これも間一髪、これなで、この後フミトは納得いってなかったけど、まあまあ審判が絶対だね、仕方ないですね。で、ここで仕掛けます。で、聖夜がこれね、盗塁した間に悪送球で、ランナーが3塁、これも迷いなく3塁行ってますからね。そう、だからここをものにしたかった、ここをものにしたかったけど、このビタビタスライダー三振です。いや、ナイスボールですね。いや、ナイスボールです、うん、このピッチャーの方ね、他のリーグでも僕らを知ってるんで、ちょっと何投げたらいいかとかあったんかもしれないですね、かもしれないですね。で、この回からピッチャー匠で DH 解除で、僕がファーストに入って、ファーストの聖夜がライトに入ります。さあ、マックス143キロの匠です。はい、まずここしっかりセカンドゴロでワンアウト、存在感ありますね、マウンドで。で、これね、4番の方ですね。そうですね、徳田しっかりカバーいってるよね。ナイスカバー、結構いってますね。でもね、ストレートで空振り、あ、そうそうそう、ストレートでめっちゃ空振り取ってたもんね。で、これね、ナイスプレーやね、これ、いい当たりやったけど、
まあ、ピッチャー変わりっぱなね、ちょっと浮き足立ってるところしっかり叩いてくるっていうのをね、守備でしっかりカバーできたっていうのは大きかったかな。受けそうですよ、うん。でこっちこれジュン、フォアボールで出塁です。でここはきっちり徳田がね送って、でワンアウト二塁を作るんですね。はい。だここで1点取りたいところよね。1番ですね。でこれもね、うまいなこれね。ここでエラー起こってもおかしくないんやけどね、しっかり。ほんでこれよ、これもめちゃくちゃいい当たりでしたけどね。せやな、抜けてもおかしくないもんね。だから結局全部ポジショニングにやられてる、ね、いい当たり全部ポジショニングにやられてるって感じやね。で6回表、点やりたくないとこでまず三振。すごいよ、落差ありすぎる。徳田さんも全然後ろ損さないですね、うん。でこれツーシームやね、外に逃げるツーシーム、左バッターこれ追い込まれたらね、手出てまいますね。出てまうわこのツーシームは。でこれがねインコースキルキルになった、軟式あるあるのやつで内野安打ですね、これ。うん、これは知らないわ。優勢さんも結構走ってくるんですよね。そう、めっちゃ走ってくる。でこれが盗塁成功、これも間一髪のプレーやったね、うん。でまあまあ1個空いたんでね、全然無理に勝負いく必要はないです。でこれですね、これみんななんか落ちたかと思ったって言ってたけど、うん、落ちたと思いましたけどね。で目切ったよ。そう、まあフライとしては目切って走ってあれやったけど、まあ、僕後方のフライは得意なんで、これはそんなになんか慌てはしなかったですね。でこのプレーの後、匠のこの当たり、これはエグかった。もう打った瞬間やったね、うん。ちょっとグラウンドが狭かったのもあるんだけど、昨日奥までもう。で匠がこのスカイカップ第1戦2本、第2戦でこれ3本目やから、このスカイカップの2試合で3本目となるホームランで、これね、ほのちゃんが後ろで全然ハイタッチできず、ちょっと見逃した方は後で巻き戻してみてください。誰ともできなかったです。はい。で匠が打った後、続きたい僕ですが、これもね完全に捉えたんですけど、このサードの先発ピッチャーのね、あの履正社の選手ですよね、めっちゃうまいっす。うまい、あれ取るかってか、あれ取られたらもうヒットにならん。一本損してますよ、一本損してる、ほんまに。でこれが、ファースト飛び込んだけど惜しくも取れず、せいやが出塁。でフミトがこれを送ります、きっちり。ワンアウトから送ったんですが、キャッチャーがこれを悪送球となってしまうね。タイミング的にはアウトやったね。まあ難しいよねこれ、まあ、ね、普段こういうプレーないからね、草野球で。前田がこれを追っつけて、これも抜けそうやねんけど、全体的に内野手深いんだな。あ、追いついてるよな、ね、なんか抜けそうなやつ全部追いついてるもんな。でずっと変化球ばっかりやったけど、ここで今週のストレート、うん、いいピッチャーやね。ほんまに。ナイスボール。で7回、まあ USA さんとしてもここで1点が欲しい場面ですね。欲しいというか、ここで取らないと勝ちを取る、ね、そういうことですね。で匠がワンアウトを取ります。でこれ4番の方ですね。でここでちょっとツーシーム曲がりすぎたらしいですわ。なるほど。でデッドボール。手元でね。でワンアウトランナー一塁で、このセカンドゴロ、文人が見せます。4-6-3のダブルプレー、でかいですね、うん、ここでねダブルプレー取れたのでかいですね。時間も結構迫ってたんでね。そう、だからここの7回をもって終了で、マーベラスの負けはなくなりました。で流れを変えたくて、ホットバッツ戦で代打でヒット打ったバッサンを代打で送るんですが、サードフライで倒れてワンアウト。でここでラストバッターなりました。たくまにもうここホームラン行けと、ホームランしか勝ちはないという感じで繋いでもしゃあないんで、その結果キャッチャーフライで、ね、ちょっと落としたようにも見えたんですけど、まあキャッチャーフライということで、はい、ここで試合終了ということで、
2対2ですね。そうですね。引き分けという形になりました。はい、まあね、この試合かなり緊迫したね。してましたね。なんかちょっと一個ミスしたらね、なんか展開変わってたような感じもありましたけど。せやね。ほんまに。全然どっちもミスなく。そう、ほんまになんか。1個ミスしたらヒットになってるし、1個ミスしたら点入ってるし、みたいな感じやったね。めちゃくちゃレベルの高い試合でしたね。まあだから、まあどっちもが、どっちものチームがいい、なんか言い換えればどっちものチームがあと1本が出なかった。ああ、まあそうですね。うん、それはそうっていう感じやね。だからどっちも守り切ったけど、どっちもあと1本が出なかったっていうのが引き分けになった一番の要因かなっていう感じでしたね。まあ一球一個のプレーの大事さを知るっていう、あの4番の方の、ね、そうやね、徳田がもうずっとそれを食いてたけど、あれ高めに外したかったって言ってたけど、それが甘く入ったやつを4番のその一振りでいかれた、うんうん、だからそれをしっかり打った4番の方もすごいなって思うし、一発で仕留めたね。だからそこを投げきれなかった、まあ、松井さん、でも松井さんその一球なんですよ、失投って、うん、でしたね、うん、それだけ良かった、それだけ、それほんまにそれだけ。だからその差もあったやろうし、でも向こうも同じく嫉妬って多分あったと思うんですけど、うんうん、それを捉えきれなかったのはこっちの打者、うん、もうだからそれがね引き分けっていう形になってしまいました。まあね、課題はいっぱいのありますけど、まあまあ去年負けたチームに、引き分けということで、うん、まあ悔しいですけど次は勝ちたいですね。そうですね、はい、まあ、今日はこんな感じで、解説していきました。はい、では、対戦していただいた USA さんで、毎度のことながら審判さん、スカイカップの審判さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまたチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた会いましょう。